はい、どうもタモキーです。今回は前回の続きなんですけれども、戦国ゴンベタイアップ企画でこちら登録武将を、10名、顔 CG でちょっと作りました。はい、こちらですね。それでですね、実際にプレイして、大名にするときに、どこの大名で、隠居させて戦国ゴンベに、したら面白いかをちょっとね、考えてみたので、それぞれのシナリオで、ではまず、一番最初の信長元服のシナリオなんですけれども、こちらでちょっと面白いかなって思ったのが、はい、こちら九州の有馬のところで、戦国ゴンベにね、隠居させて戦国ゴンベを大名にしたら面白いんじゃないかなと思ったんですけれども、ちょっとその理由としては、従属関係でここ大村家を従属させている状態です。はい、一国しか有馬、持ってないんですけれども、一条しか持ってないんだけども、その割に従属させてんだよね。なのでここをねうまく使って、まあ、動かして、そうですね、ここの大友 だったり島津がほぼ来るんで、ここと、対抗させて、まあ三分割、九州を三分割、上の方を取っていきます。で、松浦とかね、この辺を取ってって、まあ、上の方も取ってって、そうすると、大友、島津、そして、まあ、今回ね、僕の作ったタイアップ企画の、戦国ゴンベを大名にするとしたら、まあ、戦国ゴンベが、3つ目の第三勢力として九州に、まあ、出来上がるんじゃないかなと思って、それがなかなか面白いシナリオになっていくんじゃないかなと思って、今回は、まあ、一番最初のシナリオはここ有馬のとこで、登録武将をね、大名にするのをおすすめしたいかなと思います。まあ、もちろんね、他でもいいんですけれども、ちょっと条件があって、大名にするときにちょっと開始してみますね。はい、ここですね、有馬のお城で、大村家をの従属状態からスタートできる、シナリオです。多分唯一のシナリオですね。一国でさらに、まあ、従属させている。はい、こちらの人事の隠居のところで、登録武将に家督を譲るとき、ですね、条件がちょっとあってですね、まあ、情報でちょっと見たら早いかなとは思うんですけども、年齢がね、まあ、登録武将で、一門院にしてないといけないんで、まあ、ここで、始めるとしたら、まあ、今回ね、作った戦後ゴンベに家督を譲るとしたら、一門院にしてないといけないんで、父親を有馬晴澄にする必要があります。で、その際に、年齢がね、16歳以上離れてないと、実の父親に設定できないので、まあ、計算するとですね、最年少で、32歳の大名だったらギリギリ16歳で、いけるかなと思うんですけれども、まあ、一応ね、16歳以上離れてないといけないです。はい。なので、まあ、32歳、で、ギリギリセーフかなっていう感じなんで、まあ、ある程度年取ってる大名じゃないとできないんですよね。なので、まあ、そこはちょっと注意して、まあ、多分、まあ、20代とかだったらほぼ、ね、その子供だったらね、もう本当ちっちゃい子になっちゃうんで、まあ、家督を譲るなんてことはできないんですけども、はい。はい、では2つ目のシナリオ、尾張統一の、1553年の尾張統一のシナリオで、まあ、登録武将を大名にするとしておすすめなのが、ちょっとね、まあ、いろいろ考えたんですけども、ここが、鈴木定湯、ここでね、登録武将を登録して、まあ、隠居させて、まあ、やるのがちょっと面白いんじゃないかなってちょっと思いました。で、ここでやると何が面白いかっていうと、三好長慶が、まあ、三好長慶さん、まあ、どちらでも合ってるらしいんですけども、まあ、長慶がめちゃめちゃ強いんですよ、この時代。なんで、ここをね、まあ、強い勢力の隣にいて、さらにね、同盟が、鈴木定湯一国あるんですけども、これは本願寺です。で、本願寺と、実は36ヶ月結んでます。
なので、この36回図、3年の間に、いかにね、三好の進行を抑えて、ここで、まあ、勢力を拡大できるかっていうね、そういうプレーが結構面白いんじゃないかなと思います。まあ、この年代の鈴木定優。はい。で、後々、鈴木重秀。ヤタガラス使うめっちゃ強い武将も出てくるんで、まあ、鈴木定優を実の父親として設定すると、鈴木重秀が、まあ、兄弟という形で現れると思うんで、結構楽しいことになるかなと思います。では次に、1560年の桶狭間の戦いのシナリオで、どこで登録将を、まあ、大名にすると面白いかなって考えたときに、ですね、こちら、長野、助政って言ったかな、まあ、こちらでやると、ですね、まあ、上には上杉、まあ、長尾景虎ですよね、そして武田信玄、そして北条、ここのね、3つともね、接してるんですよ。はい、3つとも、はい、戦闘できます。どっからも攻められる可能性ある。で、一番ね、敵対になってるのが武田なんですよね。なんで、まあ、ここの進行で、ね、まあ、今回作った、戦国権兵衛でやる、まあ、登録やるとしたら、それで、いかに、まあ、防いで、あと、仲間にするとしたらね、上杉なんですよ、間違いなく。ここはね、敵対で、さらに、武田と北条が婚姻結んでて、武田と、今川も婚姻結んでます。なので、間違いなくね、まあ、結ぶとしたら、上杉、長尾景虎と、まあ、友好からの同盟だったり、婚姻結んで、いかに生き延びるか、そしていかにこう進行していく、ちょっとずつね、取っていくか、それも結構面白いんじゃないかなと思います。この三国の間に、入って、まあ、中で、どうやって生き延びるか、それが楽しいかなと思います。あと、ついでに言うとね、長野助政、これね、武将としてめちゃめちゃ強いです。はい。登録武将で、まあ、ある程度能力設定すると思うんですけども、皆さん、まあ、長野助政、かなり、配下としても、家督譲ったら配下になるんで、宿老になります。はい。大名は宿老になるんで、かなり使える武将なんでね、楽しめるかなと思います。はい。それでは次に、1570年の信長包囲網で、どこで、登録武将をやったら面白いかというとですね、かなり迷ったんですけども、ここね、まあ、中央の、信長の、で、土地に接した場所で、やってしまうと、信長、このシナリオは一番、強いんで、めちゃくちゃ強いんで、かなりしんどいかなと思います。それでも良ければ、まあ、いいんですけれども、ここはちょっとね、信長の、こう、勢力拡大を、横に見つつ、ですね、まあ一度、ちょっとね、東北で、まあやってみたいかなっていう気もするんで、どうせ東北でやるんなら、まあ伊達とかね、思うかもしれませんが、今回登録武将でね、結構強くした武将をね、まあ、10人、今回10人作ってるんですけども、それを配置することを考えると、はい、こちら、柿崎。一回ここでちょっとやってみたいかなっていうね、そういうのもあって、柿崎でやるのが、このシナリオいいんじゃないかなと思います。一応年齢的にも配置できる年齢にいます。実の父親として、まあ、設定できる年齢にいます。はい。あと、同盟結んでる一カ国あるんですけども、これ安藤です。で、まあ、こことね、うまく連携して、なんとかね、東北をこう抑える。そして、まあ、伊達と、まあ、多分ですけども、伊達あたりが上の方に登ってくるかなと思うんで、まあ、そこをね、いかに防いだりするか。まあ、上杉かもしれないんですけどね。はい。それで、まあ、東北を取って、そして、ある程度地盤できたかなっていう頃には、もう、織田信長がめちゃくちゃ強くなってます。
はい、そっからさらに、まあ、第一の展開としては東北を抑える。で第二の、展開としては信長、拡大した信長にどうやって対抗するかっていうね、結構楽しみができるかなと思います。はい、では次に夢幻のごとくですよね。その一つ下にもう一個群雄両乱ってあるんですけども、こちらはね、年齢がないんで、実の父親に設定したり、登録武将を出せません。なので、ここでラストですね。夢幻のごとく、ここでやるとしたらおすすめなんですけれども、はい、こちら、真田昌幸。一応ね、織田に心中してはいるんですけれども、一応ね、歴史弁とありにしたら、もう、開始後、1年後に、もう本能寺の変が起きちゃって、結構ばらけちゃって、まあ、心中は解けます。なので、ここでやって、まあ、織田のね、まあ、残党というか、はい、上には柴田勝家とか結構いろいろ、まあ、分かれます、分裂するんで、そこと、まあ、争うのが楽しいんではないかなとは思うんですけども、でここで一応ね、真田昌幸から、登録武将に家督譲ってもいいんですけども、真田昌幸そのまんまで、プレイしても十分楽しいかなと思います。まあかなりね優秀な、能力の持った武将なんで、まあ実の父親にしてれば、まあいつでも隠居、だったり家督譲ることはいつでもできるんで、まあそれは、気分次第でちょっと決めてもいいかなっていう感じもしますね。はい、それでは最後に一箇所だけちょっと今回おすすめした、桶狭間の戦いでの、こちら長野助政でちょっと、試しに、隠居からの、まあ、登録武将を大名にしてみたいと思います。年の子見せ戦国乱世に臨むぞ。はい、登録武将を、一応ね、こんな感じで、まあ、戦国権兵衛から、まあ、家康とかね、光秀とか、10名一応います。はい、身分とか、まあ、能力とか、まあ、好きに設定してもらってでですね、あと、必要なのがね、まあ、父親設定なんで、あと年齢ですね。年齢と父親設定、年齢は最低で16歳以上離れてないと、まあ、父親にできないんで、まあ、そこはちょっと気をつけて、まあ、年齢をちょっと細かく設定していってもらって、あと父親のね設定をしておくと、こうやって一門員に、なるんで、一門員丸になるんで、この状態だと、家督を譲ることができます。では実際にやってみたいと思います。はい、人事から、隠居いきますよ。長野助政ですよね、名前ね。では戦国権兵衛家督を譲りたいと思います。ああ、顔 CG がね、本当、まあ、これはこれでいいですよね。まあ、能力、戦法とか、まあ、特性、かなりいいのをつけてるんで、まあ、ちょっとね、でも、能力自体は、まあ、まあまあ、抑えました。統率武勇、知略、政務、まあまあ、抑えた感じでつけました。まあ、こんな感じで。では、ちょっと、決定をして、後継者、はい、戦国ゴンベ、まあゴンベへの A がないんですけども、はい、ゴン兵になってますけどね。父上、俺、あとは俺にお任せを。この手で長野家を必ず盛り立てて立派な当主になってみせます。はい、これで、まあ、長野家っていう名前はなくなっちゃうかもしれないんですけど、長野家から戦国家に、名前変わるかなと思ったんですけども、長野家は長野家で変わらないみたいです。まあ、父親が長野っていうことで、まあ、その子供も長野っていうね、そういう判定になったんじゃないかなと思います。いやー、これでね、戦国ゴンベの大名が出来上がりました。まあ、戦国ゴン兵なんですけれども、能力設定のちょっとおすすめなんですけれども、まあ、数字は、の部分はいいとして、あと戦法もね、案外、まあ、何でもいけるかなとは思うんですけども、特性が結構ね、大名の特性で、外交関係破棄で、外交、姿勢悪化、忠誠減少無効化、これが、ね、めちゃめちゃいいんで、外交破棄した時に、配下武将忠誠度めっちゃ下がるんですよね、このゲーム。なのでそれを、阻止してくれる、
この老解、これがめちゃめちゃ使えて、あともう一つ、防身、これが合戦で初めて味方要所が制圧されると全敵部隊混乱、これ強いですよね、かなり。はい、でもう一つ、60王院っていうんですかね、軍の制圧時に集落の掌握建設状態を維持します。はい、これもかなり使える特性だと思うんで、この辺ちょっと、結構ね、まあおすすめしたいとは思うんですけども、もちろんね他にもいい特性あるんで、結構見ていくと結構楽しいかなと思います。はい、それでは今回は登録武将を、大名に、家督を譲って大名にするときに、各シナリオでおすすめの、大名場所を紹介してみました。それではまた信長の野望新選のいろんな動画を出していきたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。